携帯ゲーム機のスタイラス S ペンニンテンドーディエススタイラススタイラスは、先の尖った棒状の筆記具で、インクなどを使わずに、押し当てることで筆記する。現在では、携帯情報端末などのタッチパネル式の、ポインティングデバイスを操作するものが知られるが、本来は、柔らかい素材に溝を掘ることで、文字や図画を書く道具であった。 ギリシア語で柱を意味する、シタローズが語源で、エトルリア語のスタイレス、ラテン語のステュルススタイラスを経て英語に入った。この用途のものは、尖り質と訳すこともある。材料は金属、骨、象毛、足などがある。古代ローマ以降ヨーロッパで、ローに字を刻むのに使われ、これが本来のスタイラスである。他に、古代、メソポタミアやクレタでは、 粘土版、南アジアや東南アジアでは培養が使われた。日本にも紙などに字を刻む角質と呼ばれる筆記具があった。当社版原子に刻むものは鉄筆と訳すことが多い。エングレービングなどの版画にも使われるが、これはビューランと呼ぶことが多い。左から、ポンパイロットプロフェッショナル、フォッシルリスト PDA。 ノキア770、オーディオバックス XV6600、HP ハーナダ520、シャープゾーラス5500、富士通ライフブック P-1032 に付属のスタイラスペンタブレットのペンには、クリックボタンに相当するスイッチが備えられている。ペンタブレット用の場合、スタイラスではなく、ペンと呼ぶのが一般的。ポインングデバイスの一種であるスタイラスは、 PDA や、タッチパネル付きノートパソコン、タッチパネル付き携帯ゲーム機等、タッチパネル内蔵機器に付属されているもので、タッチパネル付きの画面に表示されたボタンやキーを押すなどの各種操作や、グラフィティによる文字入力をしたり、文字アズを手書きしたりするために使われる。比較的柔らかい合成樹脂の先端を持つ。形状はペンなどの筆記用具に近いが、 ペンなどとは違ってインクを出すなどして筆跡を市場に残す機構が先端にない。工術の静電容量方式対応以外の一般的なスタイラスは感圧式タッチパネル向けのものであり静電容量方式のタッチパネルで利用することはできない。スタイラスの先端は樹脂の中でも特に柔らかい塩化ビニル樹脂などである。柔らかい素材とはいえ一般に 鉛筆の新程度の太さがあるので、ぐにゃぐにゃと変形するほど柔らかいわけではない。持ち手の部分は金属製であったり、プラスチック製であったりと様々である。また使用する携帯情報端末の機種によっては、様々な素材で作られたスタイラスをユーザーの趣味で選ぶことができるように、様々な製品が販売されている。スタイラスは、 携帯情報端末を操作する上で不可欠であり、携帯情報端末の本体と一緒に持ち歩くのが望ましい。結果的に携帯情報端末の本体にスタイラス収納用の穴が設けられているのがほとんどで、この穴に収まるサイズ、形状をしている必要がある。本体に十分なスペースがない場合、伸縮式のスタイラスを採用したり、 スタイラスの収納スペースを設けられない一部の端末では付属のスタイラスにストラップホールが設けられ本体にぶら下げられるようになっていることがある。また携帯情報端末を使用中ご動作により稀にユーザーの操作を受け付けない状況が発生するがこの暴走を止めるため携帯情報端末にはリセットスイッチが設けられていることが多い。これらは ご操作を防ぐため、一般的に先端の鋭い器具でしか押せないようになっているが、スタイラスの中には、このリセットスイッチを操作するための機構が内蔵されているものがある。スタイラス機能を追加した筆記用具やペン先を交換することで、一般的なボールペンをスタイラスとして利用できる製品も登場している。特に筆記用具兼用のものでは、 筆記用具として利用するときはキャップを外して、スタイラスとして利用するときはキャップをしたまま操作したり、多色ボールペンと同じ構造になっていて、ボールペンとスタイラスのペン先を切り替えられるというものである。特に、これらは、スタイラスとして利用することを前提としているため、工術の代用品仕様に伴う問題が発生しにくい。iPhone や Android 端末の登場と、 それに伴う静電容量方式タッチパネルの普及以前には抵抗膜方式タッチパネルやさらに前にはシート状の透明電極を樹脂状にプリントして液晶パネルの表面に貼り付けた有接点式のマトリックススイッチが一般的であった小型計量をもって実用的とする携帯情報端末にあってはマトリックススイッチの採用により計量を 省電力化していたが、透明電極を組み込んだシートが画面上に貼り付くため、このシートに細かい傷がつくと出力された映像が見、づらくなる。これを防ぐには、シートに傷がつかないようにする必要がある。しかし、シートが傷つきにくくなる溶合性を持たせると、タッチパネルの動作精度を落とす結果になりやすい。このため一定の柔軟性を持たせつつ、 表面には傷がつきにくくなるよう一定の剛性を持たせるという矛盾が発生するためパネル側の改良には限界がある。表面を特殊な樹脂で覆うハードコートと呼ばれる加工により強化する方法もあるがいずれも樹脂であるため金属やガラスなどの鋭い先端などで引っかくと細かい傷がつく恐れがある。このため使用する器具がスタイラスである。 スタイラスの代用品として、キャップをしたままの筆記用具や、適当な先端を持つ器具、さらには尖らせた爪等も利用できるが、専用に設計されたスタイラスとは違いパネルが傷つく、恐れもあるので、それら代用品の利用は推奨されない。iPhone や Android 以前の、携帯機器向け OS の UI は指による、タッチ操作を前提にしたデザインではなかった。また、 抵抗膜方式タッチパネルが一般的であったため、スムーズにドラッグ操作するためには指ではなくスタイラスでの操作が必要であった。例えば、Windows Mobile 6.1までの UI はパソコン上の Windows をそのまま縮小したようなデザイン、操作体系であり、パソコン同様にタスクバーとスタートメニュー、閉じるボタン、スクロールバーなどで操作を行う。 一つ一つのボタン、バー、項目が小さいため、スタイラスを使わずに、指で、タッチ操作を行うのは困難であった。このような、スタイラスが必須の UI は、他の携帯情報端末向け OS でも、同様であった。また、パーム OS 搭載機の標準的な、文字入力方法はグラフィティであったが、グラフィティエリアにグラフィティを描くにはスタイラスが、必須であった。 Windows 8以前の Windows を搭載した抵抗膜方式タッチパネル付きモバイル製品群ではソフトウェアキーボードや長押しによる右クリックなどタッチパネル操作を補完する機能が Windows に用意されていたものの Windows 標準の UI はそのままであり Windows 用アプリケーションソフトウェアは一般にタッチパネル操作を前提としていないためにボタンやバーが小さく 指による操作は困難でスタイラスを必要とした。タッチパネル操作を補完する機能は、Windows XP タブレット PC エディションで登場し、Windows Vista では通常のエディションに包括され、ツール集、折り紙エクスペリエンスが無償提供されている。Windows 8以前のタッチパネル付き、証拠型モバイル製品としては、ソニーのバイオ U シリーズ、バイオタイプ、 U シリーズ、富士通のルックス U シリーズ、高人車のタッチパネル付きモデルなどがある。Windows 8以前の超小型以外のタッチパネル付き Windows、ノートパソコンとしては、IBM のシンクパッド X シリーズのタブレットモデルなどがある。デジタルペーパーで使用される光センサーを内蔵したデジタルペン2012年現在、タッチペンやスタイラスペンの名称で、 スマートフォンやタブレット向けの静電容量方式タッチパネル対応スタイラスが単体で販売されているほか専用スタイラスが付属したりスタイラス収納穴を設けるアンドロイド端末も登場している対応していない一般的なスタイラスを静電容量方式タッチパネルで利用することはできないほかタッチペンは抵抗膜方式タッチパネルなどの感圧式 タッチパネルで用いるには適していない。スタイラスが捨てれたのは iPhone や Android の登場と、それに伴う抵抗膜方式タッチパネルから静電容量方式タッチパネルへの移行によって指による操作主体へと変化したためだが、タッチペンは文字や図の手書きや手袋をしたままでの操作、爪の長い女性の利用等を目的としている。 特定の機種専用のタッチペンでは、抵抗膜方式用スタイラス同様の細さのペン、先のものがあるが、汎用のタッチペンの場合は、直径 5mm 強から 1cm 弱程度の太さで、半球状のペン先のものが多い。レコードの原板に溝を刻む刃物をスタイラスと呼ぶことがある。初期のレコードは老感を使っており、それに溝を刻むのはまさに、スタイラスと、 同じだった。再生用のレコード針も同様にスタイラスと呼ぶことがある。その他、紙などへのエンボス、カーボン紙による転写、粘土など柔らかい素材での調査などに使われる。インクなどをつけて細い線を描くこともある。ありがとうございます。